夜の11時くらいですかね、突然堀江さんから、ひろゆきお前暇かって電話かかってきて、かかってきたんですよね。で、いや、寝るところだったんですけどって答えたら、今可愛い子とホテルに行くところなんだけど、お前も来てくれって言うんですよ。で、それでなんかちょっと期待しながらホテル行ってみたら、結構可愛い子で、で、僕もちょっとこうやる気になっちゃったんですよね。でも、こう、シャワー浴びて準備して、ベッドに行ってみたら、なんと、その子、チンコついてたんですよ。レイさん、この子、男じゃないですかって文句言ったら、可愛ければいいじゃねえかって送るんですよ。でも、まあ、堀江さんの言うことも一理あるよねっていう風になって、なんか、ニューハーフのお尻に入れるのもまたこう、経験だなと思ったら、堀江さんが、なあ、ひろゆき、俺に入れてもらうことできるかって言うんですよ。できるわけないじゃないですか。普通に考えて。で、前と後ろ両方から攻めてほしい。前を触るのはさすがにお前でも嫌がると思ったって。なんだよ、そのこと、心遣い。なんか、普通はこう、中年のおっさんのチンコ触りたくないし、お尻にも入れたくないんですよ。結局僕はそのニューハーフの子にフェラチオだけしてもらって帰ってきました。もう二度と行きません。